さあこのバイオの日盛り上げてくださる特別ゲストの方お呼びしております。早速ご紹介いたしましょう。バイキングの小峠英二さんです。どうぞ。あ、どうも、よろしくお願いします。お願いします。ぜひ皆さんにご挨拶を一言。はい、どうもバイキング小峠です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、もう小峠さんのお顔を見ると、はい、お客様がね一気にわーっと笑顔になって。いや、そんなことないですね。まあまあのパラパラ拍手でしたよ。あ、まあまあでしたか。まあまあのパラパラ拍手でしたね。じゃあもうちょっとあった方がやっぱり良かったんですかね。いや、全然全然僕らもそれぐらいいただいたら大丈夫なんで、ありがとうございます、本当に、はい。でもえ、今日お一人ですか。今日は一人ですね。え、お一人？一人ですよ。大体一人ですよ。え、大体一人？大体一人です。はい。あれ、でもバイキングさんは相方は最近よくキャンプ行ってるんでね。今日もキャンプ行ってんじゃないですかね。まあ夏ですからね。はい。すごい回数で行ってますよ。そうなんですね。とんでもない、おびただしい量のキャンプ行ってます。ご一緒に行かれることは？行かないですね。コンビでキャンプ行きだしたらもうおしまいですよ、それは。はい、終わりでしょそんなコンビ。まあいくら夏でもね、はい、そうですよね。はい、ではですね、実はもうお一方、はい、今日はゲストをお呼びしているんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ。じゃあ早速お越しいただきましょう。どうぞお入りください。誰ですか。すいません、不審者の方はちょっと、はい、ちょっと不審者の方いいですよ。警備の方誰かいらっしゃいますかね。これ不審者じゃないよ。不審者でしょ。不審者じゃない。本当に大丈夫ですんで、不審者の方大丈夫ですんで。不審者じゃありません、はい、ね、誰ですか。いや、見たら分かるでしょ。いや、分かんないですね、はい、あなたの相方の西村ですよ。あ、西村さんでしたか。わざとらしいな、お前。あ、そうですね、もうそれ。お前が一人で呼ばれるわけないだろう。呼ばれるよ。呼ばれるのか。まあまあ呼ばれてる。呼ばれてるのか。違うんだよ。こっちの方が最近多分レアだよ。違うんだって。何が違うんだよ。バイオハザードのバイとバイキングのバイで、バイつながりで俺たち呼ばれてんだよ。なるほどね。まあ、バイのつながりで。そうだよ。ありがたいじゃないですか。ありがたいことですよ、これ。見てくださいよ、このクオリティ。おお、汚ねえな。汚ねえって言うな。なあ、汚ねえって言うな。汚ねえな、お前。アンデッドっていうのはこういうもんなんですよ。お前、人前で出る格好じゃねえだろ、お前。いや、メイクだから。なあ、うん、嘘つけ。普段もこんなんじゃねえか、お前。なんだお前、まあ、脳みそ食うぞ。うるせえよ、お前。喧嘩はやめましょうか。喧嘩は。脳みそ食うぞ。喧嘩はやめましょうか。ロンビスを食うぞっていうシーンなんかねえだろ、そんなの。ねえけど。アンデッド喋んねえ。アンデッド喋んねえけど。食うなんだよ、脳みそ食うって。気持ち悪いな、お前。なんだ、お前食うぞ、お前。気持ち悪い。お前気持ち悪い。そろそろいいですか。見てみろ、お前。誰も盛り上がってねえじゃねえか。ねえ、お前の脳みそ食うくだり、誰も盛り上がってない。ちょっとあまりにもレアな喧嘩だったもので、皆さん気に取られてましたけど、ね、改めてご紹介しましょう。バイキングのお二人です。よろしくお願いいたします。いや、でも西村さん入ってらっしゃった時、かなりの勢いで小峠さんに睨んでらっしゃいましたね。いやいや、もうこれ完全にアンデッドになりきってたんで。いやいや、でもすごいですよね。このクオリティはいいですよ。なんかもう目もね、目これコンタクトなんですよ。あ、そうなんですね、これコンタクト入れるのに30分ぐらいかかりましたからね。なかなか入んないんですよ、これ。したことないんで。慣れてないとね、はい、でもこのクオリティは本当、これすごいですよ、ね、ね、映画の中から抜け出してきたみたいで。あ、いや、すごいですね、これとこれは衣装なんですけど、靴は自前なんですよね、これ。なわけないだろ、お前。こんなボロボロのやつ履いてねえよ。お前いつも野良猫みたいな靴履いてるだろ。誰が野良猫みたいな靴な。履いてないです。でも、お二人ご存知でしょうか。今日ここ渋谷で、はい、まあ、こういうバイオの日というイベントをやらせていただいているんですけれども、はい、なんで渋谷でやってるかってご存知ですか。もちろんですよ、それは。ここ渋谷がバイオハザードの聖地だからでしょ。なんて言ったの。バイオハザードの聖地だからでしょ。お前、よく噛むくせに人の噛みがうるせえな、お前。なあ、いや、今だと思って。アンデッドがお前人噛んだぐらい気にすんだ。アンデッドはね、うるさいですよ、そういうとこ に、ね、こだわりを持って。これ渋谷がこのバイオハザードの聖地だからですよね。そうなんですよね。ね、そうなんです。バイオハザード4アフターライフで、ね、T ウイルスの感染がこの世界で最初に発見されたのがここ渋谷ということで、ある意味こう因縁の土地と申しましょうか。バイオハザード的にはね、はい、聖地といった感じですよね。さすが小峠さん詳しいですね。僕はもう結構見てますからね。そうなんですね。そうですよ。お好きですか。好きです、好きです、見てますよ、はい。じゃあもう映画の中にはね、こういう西村さんみたいなアンデッドが、はい、出てますね、次から次へと出てきますもんね、はい、じゃあぜひですね、
この本作をあの元にしたお話をちょっといろいろと伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずはあの、はい、先ほども少しお話に出ましたように、うん、前作では渋谷が舞台になっていました、うん、でね、アンデッドが次から次へと出てきて、まあ、大変なことになったわけなんですけれども、はい、もしもですよ、この世界中が本当にアンデッドだらけになってしまったとしたならば、うん、お二人はどうしますか。はあ、なるほどね、うん、僕はねよくキャンプ行ってるんでキャンプ用品の斧で頭をかち割りますね、戦っちゃいますか。戦いますよそれは。おお、はい、アンデッドだね、斧ぐらいじゃでも多分死なないよ。いや違うんです、よくあるのがなんか頭をねなんかぶち抜けば死ぬんですよアンデッドは。ああ、そうですか、なるほどね。僕は何ですかね、一緒に、まあ、あのコントとかやってみたいですね。アンデッドとね、でコント中に腕ちぎったりとか、うん、足引っこ抜いたりとかして、うん、あの引かせたいですね。誰が笑うね、そんな。いや、いいですよ、次なる笑いですよ、アンデッドの足取るっていう、ね、だいぶ先行ってると思います。そうですね、かなり先を進んだ笑いですよ ね、深夜だったらオンエアしてくれるんじゃないですか。いや無理です、さすがにゴールデン無理です。いや、今日日無理です。エンスタとか無理でしょうけどね、